はい、おはようございます。30万円からの株式、さつき小一郎でございます。本日は2019年10月23日午前8時50分でございます。今日は5銘柄とりあえず買っていこうと思うんですかね、注文を出そうと思うんですけれども、まず積水ハウス、積水ハウス1928、これを現物買いで100株、検証なんでまだ当分は100株にしておきたいと思います。成り行きで注文という形で積水ハウスとりあえず買いました。続きましては A&A マテリアル、何の会社だか分かりませんけどもね、とりあえず注文を出そうと思います。これもやはり100株、成り行きで注文という形で、その次が新日本建物、これなんか CM でたまにいますね、新日本建物とかね、これも100株。今日は5つ銘柄がありますんでね、成り行きで新日本建物も買いました。次が積水ハウスを買ってね、これなんていうんだろう、これカート、なんていうんだろうこれ、カートカータホールディングス、3688、こちらの方も100株1枚ね、成り行きで注文という形でね、これで全部かな。日本国土開発、1887、これも現物買いで100株、成り行きで注文という形で、今8時53分ですね。1分前、前場の寄り付きの1分前になったらまた配信いたします。一旦失礼します。はい、寄り付きまであと2分となりました。ただいまエーザイ4523、これも今100株注文したところです。あと1分ぐらいで前場の寄り付きが始まりますけれども、どうなることやら、ちょっとしばらく、これある方法で、ある予想を頼りにして、かけてるっていうか注文してるんですけどね、その検証でございます。今日3日目なんですね。今のところ1万5000円ぐらい買ってんのかな、ただ3分間ですぐ閉めちゃってたんで、あんまり利確が多くなかったんですけれども、9時になりました。ちょっと様子を見ていきたいと思います。ストップだか、今のところ上場ですね。日本国土開発マイナスですけれども、積水ハウスがいい感じで動いてますね。ちょっと更新してみますと、どれも上がってます。いい感じの値動きです。じゃあまた、引けの時にでもちょっとカメラ回してみたいと思います。しばらく失礼します。3時を迎えました。大引けでございます。本日の成績はですね、ざっくり
前月来じゃないや、前日比6347円。結構ね、たくさん2、4、6、7つも銘柄買っちゃったんですよね。でもって、まあ落ちるのもあれば上がるのもありで大変だったんですけどもね、まあ、とりあえず6000円は乗っけました。細かく言いますと、日本国土開発1887、590円で注文して597円プラス7円です。積水ハウス1928、2370円で買って2350円マイナス20円。カートホールディングス3688、1170円で注文して1148円マイナス22。A&A マテリアル5319、1082円で注文して1081円マイナス1円ですね。手数料損しましたね。インソース、これが6200、2802円で注文しまして、ごめんなさい、6866円プラス64円。で、レオクラン7681、4557円で注文して4920円プラス63円。新日本建物8893、410円で買いまして408円マイナス2円という結果になりました。まあ3分間の作業ですけどもね、まあ最初のうちはだいぶへこんだんですけどもね、なんとか持ち直して6347円まで持ちこたえました。まあ個人的な雑感といたしましては、インソースが気になる銘柄ですね。本日2880円で大引きを迎えました。また明日も検証していきたいと思います。とりあえずまあ1週間から10日ぐらいは私の検証で、それが済みましたら、どこのサイトで誰の予想を見ているのかということを、つまびらかにしていきたいと思います。それでは本日はこれで失礼いたします。さつき小一郎でございました。ありがとうございます。